2020年9月18日金曜日、えー、少しだけ読んできます先ほどのリベンジです。「建言教第17章」「大化の家庭」「十業本」 駆独輪、えー、これが名前ですね駆独輪駆動者十輪少者の代表者二行でまとめる雲と集う少者を代表する十輪の少者の参加が終われば仏は十輪の中の獣輪をして十行を溶かしめらる十十の理解によって 伝達された者はさらに幻妙の学業を体験せねばならぬ。その時功徳林は仏の人力を受けて全伏三枚に入り十方おのの万の仏世界を過ぎた外に万の仏世界の未人種の書物を見立て祀った。 その書物は九毒林に告げて言うよう。よいかな。汝はよくぞ全伏三昧に入った。それは書物の人力の加護と、ルシャナ仏の本願と、諸々の少女の霊徳の力とによるのである。これ全く汝に人人の法、すなわち従業を溶かしめんがためであると。 そしてもろもろの優れた知恵を与えその頭を慣れて従業の解説を称用せられた「工読林は三枚より立ってもろもろの愚道者に告げられるよう」「もろもろの物資を愚道者の体験は資料し説明することはできぬ」「広大なことは北海のごとく限りのないことは 大空、大空のごとくで、三世の書物が等しく開示せられる普及の方である。従業とは、管理業、尿薬業、無意根業、無人業、立業、禅言業、無弱業、尊従業、全亡業、真実業、 これであるまず漢喜業。漢喜業とは自己の一切を捨てて平等に一切の生類に恵み与える布施の業を行うのである。具道者はこの布施を行う時「妙門利用のためにしてはならぬ」またその結果を望んではならぬ。 ただ仏の行うところを体現して生類の苦を除き楽をまさんことをのみ願うのである。愚道者がこの布施を行う時一切の生類は喜び尊敬の念を生ずる。愚道者は年々に生類の求めに応じて彼らを満足させねばならぬ。 たとい要求が頻繁であろうとも繁忙の念を起こさず無常の大慈悲をもって施すに生まず常に彼の来たらんことを願い来たればむしろ称賛してますます喜ばすべきであるまた伏せをおこのうに施す者と施されるものと施す者のとの3つを認めてはならぬ。 さらに進んで不正の行そのものそれによって来たる結果などを考えてはならぬまたその不正は財物のみではなく常に生類の苦しみ悩む様を観察して教えを解き法を施さねばならぬ次に尿薬行仏師を尿薬行とは仏の戒意を保つことである 下京に対して執着を起こさず地位名誉を求めずただ懐を保ってあらゆる煩悩の炎を滅し主情とともに無常の学童を成就せんことを念願する。駆動者が懐を保たんことを志せばあまたの悪魔はその一族を率いてあらゆる誘惑を試みるであろう。しかしそれに同心を乱されることなく。 少年堅固にして一切の科悪を捨てねばならぬまた生類の生児の成也にあって五感の欲望を欲しいままにするを見てはこれに戒を保ち生学を成就させんことを願わねばならぬまた仏のみ教えを対して万有の真相を知り下脱の法を成就して平等の真知を成就せんことに努むる これが第二の薬行である。次無意根業物資を無意根業とはニンニクの業である常に謙遜して自他共に害することなく互いにその上位を肯定しないことである武道者はこのニンニクの徳を養って千万の人が悪魔嘲笑を えー、悪目嘲笑を与えたとえ登場をもって身に危害を加えようとももしこの苦しみに絶えずして怒ることがあれば自らを傷つくるものである自分は我が身を愛するがゆえにむしろ彼が歓喜の心を生じて下脱を得んことを求めようと念じてこれを忍受するまたこの身は執着すべき何者もなく従ってくといい 楽というもただ差別の妄想である妄想の方がいいですかね。故にいかなる苦毒も苦害も、えー、苦毒ですねごめんなさい苦毒っていうとなんかちょっとあれですけれども苦しみと毒の方の苦毒も全て忍受しようとこれが第三の無意根行である次無人行無人行とは精進することである。 自体一切の煩悩を知らんがため一切の対象を如実に知らんがために諸仏の大地へと生類経家の大行等を知らんがために精進せねばならぬ。愚道者は常に我はいちいちの生類のためには地獄の苦しみも受けようまた仏が出世せられて生類は楽しみを受けようとも必要とあれば我は苦を受けて。 彼らの後に無常の学童を成就しようという覚悟を持たねばならぬ。また我は一切の生類に代わってあらゆる苦を受けよう。すべての生類が涅槃を成就した後に我は無常の学童を完成しようと志願すべきである。次「立乱行」。立乱行とは禅状を主することである。 武道者は常に少年に重視して明確な知識を養うがゆえにべての対象に対して愚痴のためにわくらんせられることはない少年に重視して心が散乱しないから限りなき間に処物少女および善友もしくは戦友ですね善友について消防を聞きそれを妄出することはないもしくは妄出でもいいですね忘れないってことですね また生類の感慣を傷つけあるいは発狂せしむるごとき大恩情にもその人参なる三昧を乱されてはならぬ。次「善言行」「現象を観察してその平等を知れば真偶は浄化されて汚れを去ることが来たる」「したがってそのなすところには化学もなく化脱もなくその行為に壊死するところがあってはならぬ」 心のままに表して万有の実相と同じく、体もなくそうもなく、常に平等の上に差別を表して、生類狂気のために活動せねばならぬ、これが善言行である。一切の生類は体のないところを体とし、一切の生物は無意を体とし、一切の仏の世界は差別層を離れたところをその層としているので、一切皆実体はなく、 等しく言語資料を絶した絶対教である故に全ての方は空で差別すると見るは真相ではないしたがって仏の方も世俗の法と同じく両者異なるものではない世間の方は仏の方にぎり仏の方は世間の方にいってしかも両者は整然としてその別を乱さないこの平等の見地に立って大慈悲を起こしもって生類を 表敬すべきであるすなわち平等の上に立ってこそ我類を成就せざれば誰が成就しよう我類を喜ばせねば誰が喜ばせようという熱烈な同情愛恋の情を起こすことができるのである。次無弱行。具道者は進んで一切の執着を離れて常に無料の仏の世界を称言,言し 仏に無事供養することを行ってはならぬまあ奉仕ですけど無事ですね諸法、えー、の平等をかんしてあらゆる差別を離れれば不浄の世界を見ても心に憎悪の念を生ずることはないこれが無弱行である各万有の真実の実態を達観するがゆえに生類を狂気し再度するもその生類を固執することはない。 また諸物に対して鈍弱の心がないから仏の教えの真実義を悟って無常の学童を進むに何らの生涯なくついに仏の境地に達することができるかくして一切の執着を離れればよく一年のうちにあまねく実報に至って無常の学業を種しその及ぼすところは北海道ごとく広大に無限に えー、拡充されることは国空のごとく偏在がない次尊従業「具動者の学業が完成に近づけばあらゆる正前の行を全うして年々のうちに英語の流転の苦難を転じて少者の無料の大願を増上させることができる」えー「増上」って何か悪い意味のような気がしますがここではいい意味ですね。 えー、そのまま増増して増やす少女は少女を勘んざしてその実在せざることを良達するもしかもこれを捨てないあたかも下水のかの岸に至らず、えー、この岸に来たらずしかも中流を立たずしてよく人をかの岸に渡すがごとく愚道者もまた少女にいらず涅槃に,に赴かずしかも流殿の中に陥らずによく迷いの 軍領を再度して安穏の境地に渡すことができる各再度するも迷いそのものに何らの増減変化はない自ら講演なる知恵を体得して学業に勤しむとともに一切の生類を苦難より救い相携えて学道をたどるに何者の侵害も受けない各一年だも自己の安逸を求めず 常に仏の教えを規範として恩信なく自他平等に涅槃の悲願に至るところに無常の学道は成就されるこれが尊重行である次全貌行「御道者は一切生類のために煩悩の苦熱を除く少量の法治、えー、法の池となって 常に称号を誤示してブッダの種を絶やさないようにせねばならぬ。また言語に関する知識と技能等を養うて、あまたの大衆が声を同じにしてあらゆる難問を発するも、たとえ一切生類がことごとく来て難問論議しようとも、ただ一言をもって彼らの疑いを解き、そうして彼らに喜びを得させようと念願せねばならぬ。 各務める時我が身を寄与するとともにまた一切の生類を利することができるこの全貌業を成就すれば差別を離れた真実の狂気を成し得る実徳を備えて一切生類の死となり灯火となり光となる次真実業三世の書物の真実語を学んで仏の実態を悟ればその行為は仏に等しい。 この仏に等しい行為によって仏の無に真実の法を学び仏の知恵を規範として生活することができるこの境地に至れば一切の生類を汚れより免れしぶるために真実の知恵を求め少者の学業に精進するそうして心に思うには我生類の限りなき苦しみを見ていまだこれらを再度しない前に 自ら将学を成就するということは断りに背くことである。我は利他の大願を満足してしかるのちに成仏しようと。かくて己の本願を捨てなければ無常の知恵を退下し、生類の力に応じてことごとく再度してその本願を成就する。大慈悲を全うして真実の極地に至れば。 仏の重力を得て帝釈天の網のごとき無人の関係のもとに成立する北海の真相を極めることができるそして仏の自由の境地に至れば生類の尊者としての大四粛をふるうて一切主情を再度するこれが大十の真実行であると。 この時仏の道からによって実報の世界は六種に振動し天は妙気を甘ふらして感謝と喜びを捧げたこの九毒林の従業の説明は実報の世界にも同様に行われた右の説法が終わると実報より無料の少女は来へして九毒林につぐるよう仏師を よくぞ諸々の御道者の学業を説かれた。我らも汝と同じく功徳林と言って常にこれを実行している。我らの木へ活合する仏も同じく福徳と申し上げる。我らの仏の身元にもまたこの十行が説かれてその用語次第意義、 来営者共にここと同様である各多方面に行われてもその間に増減はない我らは今仏の道からを受けてここに来て汝の解くところを証明するのであるこの法照合殿に十業が解かれ我らが来て証となるように実報の世界にも 同様に行われた以上、華厳教第17章10行本のダイジェストでございました。それでは、おやすみなさい、良い夢を。オンバザラシャンティウンまた明日。ありがとうございます。ごきげんよう。